皆さんおはようございます。リルレのお時間がやってまいりましたよ。今日はですね、なんとエギングの方をやっていきたいと思います。いつもと一緒やないかいと思うでしょう。なん今日はですね、神堤防に来ていますよ。神堤防っていうことはもうどういうことですか？釣れるってことです。釣れるから神堤防って言うんですか？魚影がね、違う、濃さが違うんで、 100% のオレンジジュースをこう飲んでここら辺キーンってなるやつぐらい濃いってことで、だいぶ明るくなっちゃってるけど、朝まずめエギング情報しっかり春のデカイカ撮っていきたいと思います。ご視聴よろしくお願いしますね。はい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 、ポイント到着しましたよ。はい、まずはこちら、ヨウズリアオリキですね。 3.5 赤下地、赤下地のヤーツですよ。はい、この神堤防はひどいんでね、まずはちょっと浅場の方からサーチしていきたいと思います。こっちがね、あそこに磯があってこう浅くなってるんでね。様子見ね、まずはこのアオリキューはね、潮髪がめちゃめちゃいいんで、潮の動きとかね把握するためによくね使用しております。潮目やん、ここど真ん中やん、私てかもう私やん、潮目本人やない俺。最近ね、チョコ行ってるんだけどね、イカの活性がめちゃめちゃ低い。理由の一つとしてもう海水温だね。めちゃめちゃ冷たいんよ、海水温が。安定してないよね、まだね。厳しかったね、今回の潮。今週の潮からはちょっと変わる。今日ね、流し潮。流し潮はね、嫌いじゃないんだよね。結構いい思いしてる潮ですね。一般的にはこう潮がね動かない潮と言われてますよね。流し潮、若潮。ただね、こう潮がね動き出す時とか止まる時ね、小刻みな動きがあるんですよ。ちょっと深場探ってみましょうね。いや、ちょっと待って、浅いとこ探ろう。まだ探ろう。まだやることやってないよ。ちょっと待って、まだねローライトなんで、赤下地をね対応していきたいと思います。こちらモンスターマスター LC のスロー 3.55、 これはもうドフリーで、ドフリー中のドフリーでいきたいと思います。近くにこうでかいカがいたりしたらさ、すぐ抱かずにね見てたりするんよ、エギを。それをねちょっとね意識してやっていきましょう。ではね、昼から結構風が吹いちゃうんで、昼までですね5時間あるからね、この5時間でなんとかバシッと。朝は結構終わり、うん、ポイント用意しております。こっちがねもうだいぶ浅いね。この磯から打つのもありだけど、こっちに行きたいのよ今日。こっちちょっと探りたいの、風的にもね、うん、こっちの椅子の方が良さげ。チェックしたいけどね、この辺もチェック。ただね、海水温が冷たいのはちょっと効いてないと。やっては見るよ、一旦期待をせんでね、皆さんね。やっては見るけど、横風今ねちょっと高いとこおるからさ、バンバン当たってるけど、ちょやってみるよ。サンゴね、サンゴ、いつものやつ、サンゴ一頭だけ。サクサクっと、あったかい潮がね入ってきたら多分こっち刺してくると思うね、朝晩。うん、いるはいるよ、シンコちゃんね。うん、違うでしょ皆さん、シンコじゃねえよ、ブーニー今春だよってことでしょ。知ってるわ。ただちょっと癒しは必要じゃない。釣りはしないけどもさ、釣りはしないんだけども、チンコちゃんのときめき
チンコちゃんがエビを見つけた時のときめきみたいなときめきをブーニーだって欲しいじゃない。うん、来た来た来た、かわいいね。よしよしよし。潮が高いからさ、奥の瀬ね、こう行きたいんやけどさ、ほら上がっとるやろね、まだね、まだ降りてないんよ。テトラポイントですね。テトラポイント、ちょっと釣りにくいけど、まあ、ちょっと探っておきたいところではある。沈んでる背がねめちゃめちゃ入ってるよね、この辺バチバチ入ってるんで、その背についてるイカがいないか、イツキですね。潮がいかんね。当たったな。当たりましたね、今トーンってトーン当たってる。いるわいるわ、イカ確実に。おい、いたー、おったー、おったねー。これ取り込みよ、取り込みよ、考えないといけない。よし、ちょっと降りようか。おったよ、おった、どんくらってやろうかね。よし、よし、振り上げる、消すよな、振り上げたいと思います。ここにね、うわ重たい重たい、すごい重たい、すごい重たく感じる。パンパン丸、パンパン丸ですね。よしよしよし、滑るのよね、ぬめるからさ、イカさんって。とりあえずいっぱい、うわパンパン超えとるもん。来ましたよ皆さん、ありがたきなのよ、たきってるから。はい、ではいつものやつ、これ解明お願いします。レールさんお願いします。ほらよかったね、テトラポッツって、テトラポッツのところって。わあいいか、ちょっと測ってみようね。ゼロね、いきます。はいはい、まだ見らんよ私。今日はねちょっとカメラがねあれだから、ロックなった。おお、まあ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 、650でした、650です。はい、いいじゃん。風すごいんだけど、さあ爆風とね戦いながらやっております。もうやるしかないからね、愚痴っててもね始まんないんで、もうやってダメならダメでいいのよ。はい、お疲れ様でした。どうも、紙堤防でのサポッティング、紙堤防なのにいっぱいだけかってね思ってる方いらっしゃるかと思いますけど、ご安心ください、私1週間以上ほげております。はい、1週間以上ほげからの今日なんで、これは嬉しいですよ。いや来た甲斐がありましたね、神堤防、うん、そしてなんとね釣れた襟、何でした、いつものやつです。はい、神堤防といつものやつの組み合わせ最高です。唐揚げとマヨネーズぐらい合う、合っちゃう、どうしてもおすぎとピンコぐらい合っちゃう。ピンコって誰やね、ピーコやし、ピンコは泉、熱い。今日はね昼間ということで、今日は一杯だけでしたけどね、またね春のデカイカ狙っていきますんで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントなんかもいただけると滝なんでよろしくお願いします。それではまた、バイバイ。
ん